はい、どうも皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日はステーブルディフュージョンの、これは簡単画像整理っていうことでやっていきたいと思います。プロンプトもね、保存してくれるので非常に便利だと思っております。ということでね、このチャンネルでは PC ライフを楽しむ、活用するための情報発信をしています。主にね、 PC のハードウェアとかソフトウェアとかガジェットの紹介などもしてます。実験検証などを発信してます。チャンネル登録、通知ボタン、グッドボタンもね、励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。あと最近ちょっとネタがなくなってきたので、こんなことやってほしいっていうことがあればコメント残しておいていただければ非常に助かります。じゃあ今日もね、よろしくお願いいたします。ということでね、最近ずっとステーブルディフュージョンネタが続いてますけれども、結構ね、画像が溜まってきちゃったので、この画像の管理方法なんとかならないかなと思ってたんですよね。画像だけを保存していくんであれば、普通にね、 SD カードとかハードディスクとか、クラウドに上げとけばいいんですけれども、ステーブルディフュージョンってやっぱりプロンプトも保存しておきたいじゃないですか。そういった時にやっぱプロンプトもね、一緒に表示してくれたり保存できないと後々ね、難しいんですよね。何が難しいかというと、この画像をもう一回出してみたいっていう時に、どんなプロンプトで出したんだっけかなっていうことが分かんないわけですよ。なのでやっぱりプロンプトと、画像っていうものが一緒に出てくれるといいなと思っております。でもう一つには、ステーブルディフュージョンってやっぱり画像が自分が気に入ったもの、気に入らないものってありますよね。その中で、これは非常に気に入ったっていうものをやっぱりランク付けしておける機能がないかなと思ってたんですね。そういった機能があるものを今回はご紹介をさせていただきます。あとはやっぱり検索ですよね。大量に画像を作ってますので、検索ワードで引っかかってくれるようになるといいなと思っております。こういったね、機能が全てついてるものを今回はイメージブラウザーということでご紹介させていただきます。こちらにね、一応書いてありますけど、こちらですね、イメージブラウザーですね。で、実際にそれらの機能を使ってみた感想について、ちょっとやっていきたいと思います。一応ね、画面的にはこんな画面になってまして、基本的にはステーブルディフュージョンの中の拡張機能ですので、イメージブラウザーっていうタグを開いて、こういった表示が出てくるという感じですね。で、こちらの画像をポチッと選びますと、ジェネレーションインフォっていうところに文字が、プロンプトですが、が出てきてくれるということになります。ちょっとね、実際に見てみないとわかんないと思いますので、画面の方を見てみたいと思います。はい、ということで一応画面の方がこんな形ですね。はい、一応こちらのイメージブラウザー、通常このテキスト2イメージってなってると思いますけれども、こちらにイメージブラウザーっていうのを、拡張機能を入れるとね、こちらにタブが出てきます。で、そうするとこういった画像がね、こうずらずらずらと、出てくると。で、例えばこちらの画像をカチッと押すとですね、こういった画像が大きく表示されます。で、これをもう一回押すと、拡大をしてくれますね。で、バッテンで閉じます。で、そうするとこの画像のインフォメーション、ジェネレートのインフォメーションが出てきてくれますよということですね。例えばこちらですね、ガールとかですね、フォトとかベストクオリティとかですね、こういったものが出てきてくれます。あとはネガティブのね、プロンプトの方もね、イージーネガティブ使ってますよとか、いろんなものが出てきてくれますね。あとやっぱり便利なのが、このステップ数とかですね、サンプラーとかですね、あとはそのモデルですね、どのモデルを使ったかっていうのも出てきてくれます。あとはやっぱりシード値も出てきてくれるので、同じようなね、顔にしたいっていう場合にはこちらのシード値を使えるということで、こんな形で全部出てきてくれるっていうのは非常に便利ですし、そして全部保存しておいてくれるってことですね。で、例えばこの画像を3かな、普通に3とかってやりますと、カラントランキング3って出ますので、一応今度3だけ並び替えようって言った時にはですね、3だけ出てきてくれるという形になります。あと機能的には、まずこのファーストページってやりますと、一応こういうのが出てきて、でネクストページってやると、次という形で生成した画像が出てきてくれると。そしてこちらの画像をクリックするとジェネレートのインフォが出てくるという基本的なパターンになります。これでね、非常に全部今は管理をしているところでございますね。はい、
本当にね、生成したらそのまま放っとくだけなので、フォルダーなんかもね、管理する必要はなくて、もう全部拡張機能がやってくれるので非常に便利ですね、はい、例えばこういったのを、まあ、ランク5とかしてですね、で次、まあ、これは普通、まあ普通、まあ、こういうのなんかこうとかね、これもこうとか、まあ、こんな感じでこうランキングの方をつけていく感じですね、はいはい、これが基本的な使い方になります。そしてね、感想としてはやっぱりプロンプトをね、保存してくれるっていうのはやっぱり非常に便利ですね。そしてね、意識しなくて保存してくれてますので、何かしらね、保存するときにプロンプトをコピーして置いといたりとかですね、あとは別のファイルに置いといたりとかですね、まあそういった関連付けを自動でやってくれてるということなので、これは非常に優れてるなぁと思っております。そしてね、次ランキングね、こちらも非常にいいなと思ってます。自分のね、気に入った画像だけちょっと後で見たいっていう時もできますね。ちょっと今やってみましょうかね。はい、例えばですね、こちらでソートとかがありますけれども、ランキングフィルターっていうのはこちらにございまして、例えば5だけ表示したいというと、まあ、先ほど選んだ5の画像がこんな形で出てきてくれると。で4だけ見たいよと場合に、あ、4はないですね、3、はい、こんな感じですね。こんな形で自分が、気に入った画像をランク付けをしておけるということですね。本当にね、なんか綺麗な画像も出てきてくれたりするんですけれども、なんか自分でね、なかなか気に入ったことがない、時にね、ランキングがあると非常に便利になっています。並び替えですね。こちらもね、画像を大量に生成するとなると、いろんな並び替えが必要になってくるんですよね。まあ実際にちょっとこちらも見てみた方がいいと思うので、見てみたいと思います。はい。一応並び替えはこちらでソートができるようになってまして、ちょっと英語なんでね、わかりづらいんですが、一応見てみますね。まずはデート。あ、これ日本語に直した方がわかりやすいかな。日本語にしますか。はい。まずは日にちですね。あとはスコア、ランダム、ステップ、シード、サンプラーとかありますけれども、まあ日にちは日にちですね。はい。あとは美的なスコア順に並べてくださいと。先ほど、おそらく5とか4とかつけた順なのかな。あとランダムっていうのは適当にね、出すと。で、便利なのがこのシード値順に並べるってやつですね。はい。シード値で同じような画像を出すことができるので、まあこれによってね、この順番に並べ替えてもらうと、これ全部なし、まあ、全てです。どうなるかと言いますと、これのシード値ですね。と大体似たような画像が、まあ、出てくるということになります。はい、これシード値順ですね。はい、そして今度は、サンプラー順ですね、はい。サンプラー順に並べ替えてみますと、はい、1ページ目、前のページ、次のページ、はい、ってやりますと、例えばこれなんかはサンプラーがですね、ここに出てますけれども、こういったものを使ってますね。そして次が、この辺もみんな同じサンプラーになってますかね。実写型になると、例えばこれのサンプラーは、こちらですね。という形で、まあ、エンジンごとというか、サンプラーごとに並び替えてくれます。あとはね、ランキング別。あ、こっちにランキング別があるんだね。はい、まあ、こんな形で、並び替えをしてくれるので便利。あとはキーワードもね、検索ができるので、例えばミニスカートミニ、まあ、英語で入れてあげて、まあ、例えば日にちやってあげると、まあ、こういったミニスカートだけ並ぶのかしら、はい、こんな感じで並んでくれるということになってます。このね、並び替えってね、何気に便利だなと思っております。そしてで、最後が他の拡張機能との連携が簡単ということなんですが、はい、こちらもね、実際に見てみたいと思います。はい、他のね、拡張機能と便利っていうのは、ここだけではまだ出てないんですけれども、一応例えば、この女の子を選んでみると、こちらにですね、お気に入りに移動とかですね、テキスト2イメージに送信とか、イメージ2イメージに送信とかね、出てきますね。あと、コントロールネットなどにも送信ができるということですね。例えば、テキスト2イメージに送信ってやってみましょうかね。今、テキスト2イメージには、まあ、何にも入って、
ていない状態ですね、はい、でそちらから、画像ブラウザーでこちらをテキスト2イメージに送信とやるとですね、まあ、こんな形で、ポジティブプロンプとネガティブプロンプとサンプリング、ステップ数、あとバッチファイル、シード値、まあ、こういったものを一度にコピーしてくれるというか送ってくれるんですよね。だからこれと同じような、これと全く同じような画像が出したいという場合にはこちらで出す。ちょっとねこれで一回やってみますかね。バッチ3ぐらいにして4ぐらいにしてみようかな、はい、ちょっとね、もういいか、はい、これで一回生成してみましょう。ちょっとね時間かかりそうなので一旦飛ばしてみたいと思います。はい、そうするとね今生成中ですけれども、こんな形でね今画像が出てきてくれますね。もう画像が出てきた、画像が確定したらですね、そのままイメージブラウザーで見れると思いますので、何もしなくていいっていうのもこの拡張機能ならではですね。はい、ということで完成しました。一応こんな形でね、出てきますね。はい、でこれがですねもうイメージスクエラーの方でイメージブラウザーの方で1ページ目ってやると、もう多分こんな感じですね、はい、こんな感じで反映されているので、こちらでイメージテキスト2イメージで作ったものがもうそのままイメージブラウザーで見れるっていうので、もう何もしなくてもね画像管理ができるというのは非常に便利になっております。はい、ということでね今回はステーブルディフュージョンの簡単画像整理でプロンプトも同時に整理できますよというものをご紹介させていただきました。最後までねご視聴いつもありがとうございます。チャンネル登録の方もねぜひよろしくお願いします。またねこんな動画ちょっと作ってほしいっていうものがありましたら、コメント欄にコメントいただければ大変ありがたいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。